んですさあ、あのー、昨日ですね、あのー、演奏会をですね、まあ、1年にね、私、あのー、地元のね筑波流とか、あと,えと、地元でやってるこの古典本局大会っていうのがありまして、まああのー、皆さんがですね、尺八の本局を吹いていったりね、あのー、まあ、うちら古典本局がメインなんですけど、あのーまああのー、研修館の尺八を吹かれる方もいますし、えっ、ー、とー まあ、月光浪敵とかね、あの吹かれてる。だから、まあ、研修館で習うのを吹かれてる方と、まあ、登山流本局吹かれてる方と、あと、まあ、うちは、えっと、退山派か、新保流か、みたいな形で吹いてるんですけど、それね、あの、古典本局大会と、あと、まあ、この、うちの筑保流の定期演奏会っていうので、まあ、年に2回ぐらいね、えー、出る、出てるんですけど、演奏会ね。そこで、まあ、あの、昨日はですね、古典本局だったんですよ。 本曲の演奏会尺八一本で一人ずつみんな吹いていくみたいな感じだったんですけどあーのーまあそのうちのね地元であの有名なねうまあ、上手い先生いるんですけどその先生がねこう「狩り」っていう曲ですねあの吹かれててあれ登山流の曲ですかね「狩り」っていう曲吹かれててでそれの書いてた、まあ、難しい曲なんですよ。でその先生やっぱあの僕が にえっ、ー、に入門したやはりいつだったかなもう20年はまたってないから、まあ、この20年弱ぐらいですね20年弱前からも,からもずっとその「狩り」っていう曲吹いててであの去年えっ、ー、と違うわ説明でね40年吹き続けてたっておっしゃられたんですよ40年だから 尺八,で尺八で40年間「その狩り」っていう曲を吹き続けたっていうそのメッセージをですねあの言われてていやもうすごいなと。で40年吹き続けてきてまだ満足がいく演奏ができないっていうね、うん、なんかこうその宝山先生にも「狩り」「宝山先生の曲なのかな?」 仮ね、あの山本山先先生生の曲ででにも習われたらしいんですよやっぱりこの「狩り」っていう曲が吹きたくてでもうそこからですねその、まあ、の先生の思うその理想像があるんでしょうねその理想に向けて40年間吹き続けてきたっていうのを聞いてすごいなとすごいなと皆さんどうですかねあのうちのねチャンネルあの見られてる 見見られててていいるるただいてる方ですねあの結構、あの上上から下ないです。<laughs> あのね、下でだいたい30代の方なんですよ、うん。もう30代の方だったらうちのチャンネル見てくださってる中でも皆さんピチピチなんですよ。で、結構あの65歳以上の方がほとんど見られてるんですけど、あの見ていただいてありがとうございます。 あのういただいるんですけど皆さん逆にどうですかあの何十年間吹き続けてきた曲ありますか僕はまあ言ってね笛をまあ初音を始めてまだ二十年なんで例えばまあまあ吹き始めてですねも、まあ、習ってまあそこそこ上手くなってきてまあ五年目ぐらいですかねまあそこそこ吹けるようになってまあそこからまあ吹き続けてるといえばあのジンボさんやと。 ンンあとあの、まあ「鶴の巣ごもり、まあ」この3つが基本的にメインでやっててでた例えばですね「あの三挙霊」ってあるんですよ尺八の一ちゃん有名な曲で「三挙霊」ってあってうちの新法流は「宋三巨霊」「新三巨霊」「行三挙霊」ってあって「行三挙霊」が一番古くてであの中伝ぐらいかな 総三挙離が中伝ぐらいで習ってであの真の三挙離っていうのがまあその秘曲みたいな形にねやってて要はあの重要な順で言ったらおそらく総真行みたいなやっぱりね古い方が重要だと思うのであの、まあっきは確か言われてたのが聖心聖で聖でで真で行で、ね、行が一番難しいとおっしゃられたんですけど、まあ、その後の三挙離はですねそんなに吹いてないんですよ。 そんなにあのみんなで吹くよとか練習してよとかあとまあ宗家のね時間に宗家が講習してくれる時とかで拭いてるぐらいかなだから例えばですねそのストームイズとかでもまあこんな感じでね みたいな感じですねまああのまあ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 、まあまあ、たまに吹くかなぐらいでやっぱりまあ、気に入って演奏会とかでやっぱり発表してあの人生をかけてこう例えば今回の演奏会でもやってるのはまあ、以前もねあお送りしてますあの撮ってますけどやっぱりまあ好きな曲は「湘雁剣」でこうまあどれか選べって言われたら。 大体いいその第二関月の曲、あのシンポリー第二関月の曲、まあこれもあの、確か動画で上げたことあるんですけど、第二関月の曲と、あ,あの、湘雁圏冷房と、あとまあ、鶴の巣ごもり、鶴の巣はあんまりないかな、うーん、まあ神保三院、神保三院、第一冒険やっぱり湘雁圏冷房、で、あとまあ、湘雁圏冷房、神保三院や、あとはそうまあ、滝落ち多いですね。 うん滝落ちはねあの超長官吹く時めちゃめちゃ長いのってそのアート鹿の通りの曲とかもあるんですけどこう大きいのってなかなか音が出ないので、まあ、それでやってねっていうままうだうだ話してますけどじゃあこれから僕がその仕上げていきたい例えば、まあ、同じようにと同じように40年間仕上げていきたい曲っていうのはやっぱり「笑顔剣霊房に。 なってくるかなななってくるかなと思います。はい、であのでねやっぱりねその人生ってまあ言うて80年から100年じゃないですか。でそのうちのですね、まあ、例えば40年服くってことはもう人生の半分ですね。であのまあまあ半分って言ってもしかもこう。 尺八そもそもね、あのその三3歳とか吹けないので、小学生から始めたとしても、まあ10歳ぐらいから始めたとしても、まあ、まあ、吹き続けたって、まあまあでも仮とか吹けて、若い子で高校生ぐらいじゃないですか、吹けて、そしたらまあ18から始めてたとしても、最短58なんですよね。58、いや、その重みのその曲っていうのはすごい。あの、僕何を言ってるかって言ったら、こう、 皆さん多分ねその、まあ、今練習されてる方もいるしあの、もうね、だいぶされてきた方もいると思うんですけど、こう人生をかけた曲ってあると思うんですよ。例えば、まあ、忍び江でね、今見られてる人は、あのお囃子ですね。例えば、徳島県のお囃子で言うと、 徳島のプロのレンの方とかだったらこれもう死ぬほど吹いてると思うんですよマジであのこう阿波おりって踊る踊る間中にずっと吹くじゃないですか僕もあの体験で体験で寄せてもらって、えー、と3回ぐらいあのさせていただいたことあるんですけど本当にね3時間踊りの練習するとしたら3時間吹いてるんですよ3時間 でまあ週に2回、まあ、家で拭かなくて,してもそれで週に2回ね多い人だったらまあ例えばもうずっと毎日のようにねあのプロでやってる方毎日のように拭いたりするすごいですよねだからもう阿波踊りってほら死ぬまでじゃないですかってなったらやっぱりねそれをねこう録音とかして YouTube とかね、まあ、その自分の自家製のビデオでもいいんですけど置いておこうて。 きたいですよねうんやっぱりこの自分がやっぱり人生をかけたのってこうまあなかなかね録音だとあれなんですけどあの生生き生きてる間しかか吹けなないいじゃないですかね僕も本当にあのこう結構ねあの地元の先生であのずっと古典本曲を吹き続けてた先生いたんですけどこう毎年ね出られててで あれ今年おらんなって思ったら亡くなられたんですよね。でだから本当に思うのがこう,こういつでも聞けるといつでも聞けるってことはないんですよねやっぱり人生ね。だからで例えばその人の曲あのその人は別にその地元の人なのでそのプロでもないのでその録音とか残ってないので。 その人の演奏が聞きたいなって思っても、もう聞けないわけですよ。うん、なので、まあぜひですね、今日はあの伝えたいことが、やっぱりね本当にあの人生を積み重ねている方が本当に見ていただいて多いんで、こう何かの形でですね、こう録音して残しておくと、こうまあ自分のその人生、あこ 自分が今まで吹き込んできたのはこんなんだったんだなっていうね、このまあ、別に何い回いって言ってもいいじゃないですか。例えば今の段階で、今の段階で、あ自分ってあこんな感じなんだなっていうのやっぱり残しておこうと、残しておいてほしいなとで。それはもう自分の残すためでもありますし、その自分のね、あの、 お子さんとかお,のお弟子さんとか、まあ、その自分の,、まああの親しい方とか奥さんとかね彼女さんとかあとまあ彼氏さんとか夫さんとかおじいさんとかいろいろな家族とか、ね、周りの人とかもあるのでねこうやってこうやって残すとあ,あの人吹不てだなみたいな形でねあのなるしあの自分にとってもあ去年はこんなんだったのかって話あの本当にもうずっとずっとね成長していくと思うんですよ。 あのやっぱりなかなかあの口とかね筋肉がやっぱり衰えてて若いあの若い時と同じようになかなか老けなくなってきたとか例えばその、まあ、これ持ってるからそのままいきますと。 でもね、やっぱりあの僕の音ってねまだ言ってまあ忍びは,はもう20年経ちますけど20、えーとね、24年ぐらいかなまだまだ甘いんですよ若いんですよね音が若い、うん、結局この口の筋肉とかあ,のあってなかなかねあの体が思うように思うようにこう動かなかったりしてこの若い子みたいにその勢いがねあの音が出なくて。 出なくても正直ね。そのこう積み重ねてきたものが多ければ多いほど。この音にね。練りが練りが生まれるんですよね。うん、やっぱり沼田さんはそれはやっぱ。あの生が生が1番ね。生が一番わかるんですけど、やっぱりね。あの録音でもね。あの録音でもその練った良さっていうのはやっぱりやっぱり現れてくるので。 まあそういったところでねあの残しましょうとそしてあのかっこいいですねこうまあ5年でも10年でも20年でも30年40年50年60年70年何年でもいいんですけどな70年がマックスかなさすがにこうそんだけ吹いてきてまだ完成しないっていうお言葉ねほんとマジでマジでかっこいいなって思ったんであの 皆さんもぜひあのなんかあの <laughs> ゆ言ってください、うん、なんかこう日本人ってね、まあ、今これ見られてる方は日本人だけと限らないですけど恥ずかしがり屋なんですよ恥ずかしがり屋さんでとりあえずあの拭いて拭いてもらう拭けば伝わるとかあの思われてるも僕もそう、ね、思われるんですけどやっぱりねこう言葉にするとねいや僕マジでね本当にね 40年ずっと吹いてきて、でまだその自分の中で満足いく演奏ができませんでしたっていう言葉ね、本当にしみたんですよ。だから、あのもうそれやってみましょう。だから、あの例えば、その動画撮る時に、えっときに、これは何年間込めて吹いた曲ですと。ねあのまだ完成には至ってないですけど、いや、もう完成された方はいいですよ。<laughs> おうもう、例えば50年、20年吹かれて、これはもう自分の中で一回完成したって思われる方も完成した。 完成した大丈夫ですし、完成されてない方は完成されてないっていうのも、今の自分の現在の完成をしって、で、今こうですって言ってバーンと吹いて、それも残して、例えば、まあ、YouTube なりに上げていただけるといいなと思います。はい。あの、別に、あの、それは YouTube に上げても、誰も機関やろうと。機 <laughs> 関やろって思う人は、あのコメントをし,していただいたらね、あの見つければ私あのずっと聞きますのでね、そういうこう、 正直ね、あの、下手とかね、うまいとかも関係ないんですよ。うん。やっぱり、その人それぞれが、そのやっぱり曲っていう、あの人生にね、声と曲って人生に現れると思ってるんで、はいまあ、私もね、あの、本当にね、こう、自分の動画、まあ、もう多分、8年ぐらいかな、8年目ぐらいかな、撮ってるんですけど、 やっぱり、ね、初期の頃とね、今比べるとね、正直今の方がめちゃくちゃうまいんですよ、うん。めちゃくちゃうまいと思います。はい、あの初期の頃よりね、今の方が全然うまいんですよ。あの自分のね、僕の中でね、僕の中でね、うん、あの俺はもうプロとかねあの、毎日ずっと吹かれてる方にはそれはも負けますよ。うん 勝てるわけなないいじゃないですか <laughs> 1日にね1時間練習しててればいい方なので僕とかねまあ土日は結構ね動画撮りながら拭いてはいるんですけどなかなかねそんなねなかなかそんなあのもう本当にあのもともとその才能があるタイプでもないのでねあの牛歩ですよ牛歩ゆったりねゆったりゆったりねできたと思うんですけどそれでもねやっぱりねあのこう本当に まあ皆さんもね、見ていただいても、刺激もやって、まあ、Twitter とかでもね、流させていただいたりですね、まあ、地元の演奏会行かせていただいて、まぁ、あ、それちょっといろいろね、刺激を受けたりね、あのこの前もですね、あのうちの流派、若い子がね、してくれてて、まあ、その若い子とちょっと話したりもしたりして、めちゃくちゃあの刺激もらったりしてね、やってるんでね、皆さんももしよかったら、何十年吹,吹いてきた曲です、みたいなのをね、こう。 何かの形で残されるといいかなと思いました、はい、ではですねえっ、ー、と今日はねそんな感じで終わりたいと思うんですがあのー、なんかちょっと一曲最後吹いていいですかまあじゃあどうしようどうしよう 新、新距離、新の距離、新距離吹きましょうかね。はい。まあ、ミョンアン新放流なんで、故郷でいきたいと思います。エコー、エコーなしでいきましょうか。エフェクトなしで。ミョンアン新放流、新の距離。 ということですね未だ聞かれてる方います切らずに <laughs> 動画を切らずにまだ聞かれてる方いますありがとうございますあのー、こうまあ僕尺八にしてもね忍にしても本当にこう音感とか拍感覚っていうのが なくてまああの,その字もすごい汚いんですよ。はい字もすごい汚くて、まあその器用さとかね、喋るんは喋れるんですけど、こうやって一人でね。<laughs> <laughs> <laughs> あのまあ自分がそんなに喋るべい才能もないん才能もないですけど、まあその、まあ、人に比べれば。 まあ普段から喋ってるんでいろいろね特にまあ自分の好きなことだとずっと喋ってられるんですけどなんせ尺八とね冬はね才能はないんですよ。あのでこう才能はないんですけどものやっぱりね僕の周りね正直その今まで僕より上手い人なんて腐るほどいるんですよ。 ににしてもぶにしててももでもほとんどやめてるんですよね、うん、ほとんどやめてすで僕は一応そのこうゆったりとですけどもう24、えー、年目ぐらいなのかな24年目234年ぐらいですね24年目かな今ぐらいは続けてるんですよね笛は笛も尺八も。 であのね、今、動画見てくれてる中にはもう、まあ、もう俺はもう50年私たちは60年笛0八されてる方もいると思うんですけど一番の才能ってあの元気にいやまあ健康をね崩されるかもしれないんですけど、まあ、健康やっぱり元気と健康っていうのが一番そして続けられると、うん、だから笛、ね、を吹き続けられるっていうのも。 才能と思うんですよあの例えばやっぱりあの勝谷先生とかあの最後ね脳梗塞かなちょっとあの笛が吹けなくなってって形で,で、まあ、うちの師匠もねちょっと、まあ、の笛が吹けなくなったんですけどのめちゃくちゃやっぱりうまい人でもこうであとまあその和田摘童先生にしてもねこうやっぱり亡くなられるのが早かったじゃないですか。 でまあ、そういうのをあのうちの、えー、と2代目もですね亡くなられるのが早かったんですよだから本当にねまあまあ文学の世界でもねあのよく言われますよねあのやっぱり作者がこう亡くなられるのが早いやっぱりねでも結局 まあ、長く長く生きてこう長く笛を続け笛しゃがし続けられるってことは一番の、まあ、ありがたい才能かなと、ね、確かにその音程とか音感とか技術とか器用さとかいろいろいろ本当に、ね、才能あったり他の人を、ね、羨むことがいろいろ本当僕も多いんですけどでもとりあえずね今の時点でとりあえず20年あのおかげさまで続けられててうん。 本当にありがたいなと思います。はい。というところで、あの、こう、こうね、やっぱり何かやっぱり目標がないと面白くないと思うので、こう、まあ、例えば自分の今まで今までの今までのまとめをこう残すという作業ですね、あの、こうしていかれると楽しいかなという提案でした。 まあえっ、ー、と昨日演奏会ですね。本当にまあ僕もすごいあの違う流派の先生なんですけど、登山の先生なんですけど、尊敬される先生がね、ちょっとおっしゃってたことが、ちょっとじーんと来て、えー、動画を撮らせていただきました。では、まったねえっと